着てたり怖いですよね。そんな時に一家に一つあるととても安心な、今日は OK のエマージェンシーリュック、いっぱいいろんな緊急時に役立つものがたくさん詰まったこのリュックをご紹介したいと思います。はい、ということでこのリュックこんな感じで真っ赤になってて背負えるようになってるんですけど、防災セット63点が中に入ってます。63点って言うとすごい、もういっぱいちゃんと飲み物から食べ物まで、あとはトイレだったりいろいろあるので細かく見ていきたいと思います。じゃあ重さ的には全然タルトで持ち上げれるぐらい軽い、まあ軽いのかなでも想像しているより全然軽い感じがして、全然背負って握られる軽さになってます。本当に片手でも楽々、よいしょ、背負ってみるとこんな感じです。赤いタルトが背負うとなんかちょっとランドセルのリュックみたいになっちゃうんですけど、でもそんな大きくもなくてコンパクトで、ちゃんと背中にも反発する感じがないので、本当にパッとこれを持ってこうやって逃げることができると思います。じゃあまず中開けていきます。ちっちゃいこのポケットの中はいろいろもう入ってます。じゃあ1個ずつ見ていきましょうか。あ、まずはこれキャンプでもおなじみのファイヤースターターが入ってます。並べていきましょう。アイマスク、避難所とかね、明るいところだったりすると周りの光とかも気になると思うので、アイマスク今のご時世にもぴったり。マスク、耳栓、これもさっきのアイマスクと一緒で、避難所とかの生活になると周りの音とかがね気になったりするので、アイマスクと一緒に耳栓も入ってます。あとこれすごい、水のいらない泡なしシャンプーだって。ウェット手袋で、すごい泡立たないから洗い流し拭き取り不要、すごいめちゃくちゃ便利ですね。これ普通の時でも欲しいかも。防災の時でもいいし、本当にアウトドアでね、なかなかお風呂入れない時とかもめっちゃ便利。災害用バッグとかイメージしてもこれはイメージなかった。一番上におにぎりいっぱい入ってます。3種類五目おこわ、わかめ、鮭味です。すごい、これすごい、中はパラパラなんですけど握らず作れる、握らずにできるおにぎりって書いてあって、多分だけど本当にパラパラな、本当米粒だけど、お湯入れたら多分袋の中が三角になってて、この形になるんじゃないかなと。お米が膨らんでギュッてなってかなと思うので、ちょっとこれは後で試しに食べてみたいと思います。長期保存対応って書いてあります。お水でもできるって、すごい。軍手、ファーストエイドキット、カラビナがついてていろんなとこにつけれそうです。開けてみよう。説明書も入ってて、三角巾の使い方とかいろいろ詳しく、あと AED の使い方とか心肺蘇生の仕方とか、ちゃんとそういう緊急時に使える情報も載ってます。止血用のゴムだったり安全ピンだったり、アホ体も入ってる、いろいろ本当に入ってますね。アルコールのこのウェットティッシュじゃないけど消毒用の拭くやつとか、あとはエマージェンシーブランケット、アルミの登山とかにも持ってったりする緊急用のあったかくなる薄い、なんだろう、シートみたいなのも入ってます。このセットだけでもお家にあってもいい。非常用給水バッグ、これ絶対使いますよね。断水とかになった時には絶対使うから。でもなかなか家にはないからね、ああいうポリタンクとかも普通じゃ家にないから、いざっていう時困っちゃうので、こういうのも入ってるとありがたい。レインコート入
入ってます。エリックスチームシェフ、発熱剤を入れて食品をセットするとあったかくなるんだ。すごい。ご飯温めて食べれる。災害の時はなかなかガスとかも断絶されちゃったり、あったかいご飯とか食べれないとやっぱ精神的にもね、だんだん落ちてきちゃうので、あったかいご飯が食べれるだけでもすごいいいと思うから、こういうのもあるんですね。すごい。なんかこういうのってなんか実際中何が入ってるかわかんないし、なんか買ってみたところでこれ本当に使うのかなっていうのがあったりしそうだなっていうイメージがあったんですけど、全然本当使えるものばっかり入ってる。で、続いてがこれ大きい非常用簡易トイレ、10回分も入ってます。まあ、トイレ1日に何回も行くし、家族だといっぱいあった方がいいですから、それ10個もちゃんと入ってて、で水なしでも菌も匂いも閉じ込める。袋に凝固剤を入れて固めて捨てる。ちゃんと手袋も10枚毎回分入ってるみたいで衛生的ですね。アウトドアの時にも良さそう。あとはスリッパ、避難所とかでずっと靴履いてるのもしんどいから1個あるといいって。お水、長期保存できる非常用5年保存水が入ってます。お、エアーマットも入ってます。すごい。なかなかそんなにいろんな豊富なのが入ってるのない気がする。栄養があるんかな。5年間長期保存、これもで手軽にカロリー補給。なかなか災害直後は気が落ち込んじゃってご飯とか食べれないかもしれないけど、こういうのでちょっとでもね栄養をとってパワーをとっていくのにもちょうどいい。甘いと気分転換にもなるし。あとは、あ、これは前タルトも動画で紹介した携帯用浄水器です。これも入ってるんだ。すごい。これだけでも結構いいよね。川のお水とかちょっと汚いお水をろ過してきれいにして飲めるっていうやつです。あと最後に大物かな、なんだろう、この謎の白い四角い箱、開けてみます。おお、すごいかっこいい。なんかはい、これはライトにもなって、あとはラジオも聴けるっていう、ライトとラジオが一体になったやつですね。お、すごい、めっちゃ軽い。なんかこういうのってめっちゃでかいやつを想像してて、お家にもあるんですけど、それもなんかもっと大きくて重かったんですけど、めっちゃ軽いしコンパクト、すごいちっちゃいから場所も取らなくていいですね。あとここでぐるぐる回して発電もできて、あ、すごい。これ携帯の充電もできる。タルタが持ったの結構古いやつだね。今はこういうのが主流なのかな。うん、携帯が充電できるってすごくないですか。手動でこれ充電できたらもう、え、めっちゃいいな。お、ついた。もうついてる。すごい。回してたからかな。最初からちゃんと充電されてるのかな。そう、光ってます。こんな感じで、明るさが分かんないけどこんな感じ。ラジオもいけるか。おお、夕方から曇り、日が昇るでは夕方から夜の初め頃雨か雪でしょう。今夜の降水確率は三重県が 0%、 岐阜県美濃地方 10%、 飛騨地方 30%。 もできます。すごい、ちゃんと聞けますね。はい、ということでこれで全部ですね。本当なんか使えるやつばっかりがぎっしり入ってました。そして本当に重さも全然重くなくて、本当に非常時にはパッと持ち出せるサイズなので、めちゃくちゃいいなと思いました。タルトもおすすめできるし、本当に一家に一台置いといてほしいなっていう感じです。さっき言ってたおにぎりを一回食べてみたいと思います。
じゃあ3つある中で今回はわかめを食べてみたいと思います。で、賞味期限が今2021年の2月なんですけど、2026年の3月まで使えます、食べれます。なので結構これも持ちますね。5年ぐらい持つ。長期保存。切り口1を開封して脱酸素材を取り出してください。中はこんな感じでサラサラしたお米がいっぱい入ってます。取り出して袋表面のシールを剥がして 67ml のお湯また水を入れます。で、このシールを外します。ここが注水範囲で、ここまでお水を入れます。今回はお湯なんですけど、お水でもできます。お湯だと15分で、水だと60分。チャックを閉めた後よく振り混ぜて20回ぐらいお待ちください。熱湯は15分ぐらい。じゃあ線のところまでお湯入れたんで、ちょっと振り回します。よく振り混ぜます。熱いからちょっと気をつけて。振ったので、ちょっとここから15分置いておきたいと思います。はい、それでは15分経ったおにぎりがこちらです。ここからちょっと見えるけど、ちゃんと三角になってるっぽいです。ご飯もなんか、あとわかめも生き生きしてる。最初よりちょっとまだね、なんか水分があるように見えるんですけど、15分は経ったので開けてみたいと思います。袋開けてみます。ドーン。おー、ちょっと水の量多かったかな。でもちゃんと三角になってます。てっぺんはないけど美味しそう。でもいただきます。お、柔らかいうんでもちょっとしょっぱい味もして美味しい。普通に食べれる。全然芯もないし、あと袋のまま食べれるから手は汚れないっていう点もバッチリです。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はOKの防災バッグをご紹介しました。本当にすごい使えるものばっかりが35種類63点この中にぎっしりまとまってるので、気になった方はぜひ購入してみてください。そしてお値段なんですけど、 Amazon で 13,800円で現在売られているので、よかったら調べてみてください。ということで今回もちょっとでも皆さんのお役に立てたらいいなと思うんですけど、この動画がいいなと思ってくれた方はいいねやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今回も最後まで見てくれてありがとう。